合現実 MR を使ってスペインの奇祭として知られるトマト投げを体験できるイベントが開かれました。このイベントは新潟市北区のトマトを PR し、農家を支援しようと開かれたものです。県内では去年、猛暑によりトマトの収穫量が大幅に減り、廃業した農家もあったといいます。会場では豊坂や濁川といった県内有数の産地のトマトが販売されたほか、複合現実 MR を使ったトマト投げ体験が行われました。専用のゴーグルをかけると目の前の景色に CG が組み合わさり、訪れた人はトマトの魅力に触れていました。このイベントは明日も開かれます。